午前9時過ぎに空が焼け始めた。それはどういう経緯があってのことかは分からなかったけれど、すぐに核だと分かった。世界はいつそうなってもおかしくないくらい切迫しきっていたし、ニュースはほぼ毎日それをカウントダウンしてるみたいだった。ついに来たか。多分ほぼ全人類がそう思っただろう。比較的安価なシェルターも普及していたし、相当楽天的な人間以外はみんなシェルターを2個か3個は持っていた。私みたいなただの OL でもシェルターを持つ時代とはいかがなものか。核は想定された災害のようなものだった。遠くの空が焼け始めてすぐ、私は手際よくシェルターの中へ避難した。2年か3年か窮屈な空間で過ごすことは憂鬱だが仕方のないことだった。シェルターは外気が生活に耐えられるほど浄化安定するまでは完全にロックされるシステムだから、まるで独房のようなものだった。まあ仕方ない。薄暗いシェルターは起動して内部のすべての浄化作業が終了するまでに1時間ほどかかる。その間はじっとしているしかない。奥から声がした。あれ、美和ちゃん何してんの？え、何してんのって。やだわ、間違えてんじゃないの？あんたのシェルター泊まりでしょ。え、嘘。そのおばさん、あ、すいません、どうしよう。私はいいけど、レズだから。え、今なんて言いました？狭いけど私は全然気にしないわ、レズだから。あの、最後の方が聞き取れないんですけど、今なんて。いいのよいいの、気にしないで、レズだから。レズって言いました？今。ええ、言いました、言いましたとも。え、なんで切れるんですか？女心よ。私ノーマルで彼氏いますから。でもね、狭いこのシェルターで2年3年一緒にいるのよ。そりゃあねえ。そりゃあねえ。美和ちゃんタイプだし。あ、え、何？私男なんです。そんな見えすいた。あ、え、何？それに私病気持ってます、かなりのやつ。そんな見えすいた。あと人も殺したことがあります。あなたバカにしてるの？私がレズだから。そんなつもりじゃ、ごめんなさい。いいのよいいの、全然気にしないわ、レズだから。なんでまた隠すんですか？レズだからよ。理由になってないんですけど。レズだからかしら。いや違うと思います。コーヒー飲む？あ、すいません、コーヒー飲めないんで。レズだから、レズだから。いや、あの、そうじゃなくて、飲みます飲みます。美和ちゃんタイプだわ。私男ですから。バカにしてるの？レズだから。2年か3年か窮屈な空間で過ごすことは憂鬱だが仕方のないことだった。シェルターは外気が生活に耐えられるほど浄化安定するまでは完全にロックされるシステムだから、